皆さんこんにちは、私たち虹のコンキスタドールです。はい、的ばかりと、はい、小林ゆいかです。よろしくお願いします。お願いします。さあゆいか、はい、足はな、迷ってんだ。迷ってるねもうすぐ分かってくれ。これ迷ってるね。この足ずっとゆいかにもしてて申し訳ないんだけど、似合う髪型が分からん。でも夏に向けてね。そう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 、夏に向けて。夏はね、うん、まだあるとは言ってないですけど、まあ、毎年夏曲をね、うん、こう海とかで水着とかでこう撮ったりして、でまあ虹コンといえばその MV、うん、ミュージックビデオがまあ有名というか、そうなんです。こう夏の醍醐味といいますか、虹コンといえばみたいなこうイベントが待ってるんですけど、うん、はい、髪の毛をね、うん、短くいくか、うん、長くいくか。そう、もともと短かったんだけど。そうだね、まあ、短いのが的ばかりんって感じもするし。そうなの。でも長いのは長いので可愛いっていうのを最近長かった時期もあったから。そうだね、分かっちゃったんだよね、それも嬉しいね、ありがとうねいやそうなのでさ、これなんで切りたいってさ、うん、一回ピンク担当一緒にやったじゃない、ね、で今オレンジと黄色になったじゃない。なりました。黄色の的ばで夏曲の MV を、うん、まあ、撮るとは言ってないんですけど、撮るままだ分かる。撮るとしたら、撮るとしたらそう、すごい久々になる。なるほど。そう、うん、なるほどね。3年ぶりとかになるから。あ、そっかそっかそっか。これはもうその的ばで行った方がいいんじゃないかっていう悩みとか、ね、パーンっていうね。そう、あの的ばであるんだけど、でその髪型どうしようかなっていうのをそのプロデューサーさんとか、うんうん、マネージャーさんとかに相談したら、うん、AI で髪型試してみたらいいじゃんって言われて、うん、そんな時代と、そんな時代そんな時代が来た。そう、だからちょっと今回は私の次の髪型を AI でシミュレーションしながら探していこうと思います。すいません、ゆいかさん付き合ってください。いやいや全然、もう永遠のテーマだからね、女の子にとって髪の毛どうするか問題。そうなので、うん、私はゆいかのショートも見てみたいな、はい、確かに。でちょっと思ってるから、確かに。ちょっと一緒にシミュレーションやってみない？そうだね、なんか私も小6ぐらいの時は短くしたんだけど、ね、そうめっちゃこんくらい、おお結構短かったん だけど、本当にその時似合わなくて、うんうん、びっくりするぐらい似合わなくて、それから絶対ショートにしないって決めたんだけど今の顔でね、確かにもう小6から何年も経って今の顔でのショートがどうなったのか、でも怖いから、自分で試して切るのは怖いから、うん、まず AI でちょっと試してみて、いいじゃないね、良さそうなら、うん、するかわかんないけどそうだね、まあ、でも一旦ちょっとやってみよう一回、うん、ということで、あの今回は、前回同様、ステーブルディフュージョンでやっていくのですが、はい、今回はインペイントっていう機能を使ってみようと思います、うんうん、このインペイントっていう機能がですね、生成した画像の一部、その顔とか手とかを範囲を設定して、その指定した部分、うんうん、またはそれ以外の部分を修正できるということで。なるほど。髪の毛をこう設定したら髪の毛修正できますよっていうことなんです。じゃあ今日これでね、うん、もしかしたらかりんちゃんの夏の髪型も決まる、はい、かもしれません。皆さんにその一部始終を見届けていただこうかなと思います。まあ、アイドルにとって髪型は重要ですから、はい、重要です。髪型ちょっとどんどん変えていきたいと思います。はい、それでは早速やってみましょう。この番組はサードウェーブの提供でお送りいたします。まずは、はい、AI の元になる自分の写真を、うん、撮りましょう。はい、わかりました。それぞれの携帯でね、はい、撮るんだけど、あれらしいよ、持っていいって持らせてもらえます。すいません、持っていいってノーマルじゃちょっと私たち。そうなんです、ごめんなさい、すいません。これと違うっていうコメントは絶対にしないでください。しないでください。そういうもんだからね。そうだよ、そういうもんだからね。あ、髪を結んだ方がいい。髪を結んで、そうだそうだ、それ用に、そうそうそう、結んでね、どうせね、隠れちゃうからね、さあさあさっと結んじゃいました。楽しみね、めっちゃ楽しみ。いいんじゃないか。ちょっと本当にあまりにも違うから、あまりにも違うけどいいですか。でも多分 Twitter とか X か、今 X とか Instagram で皆さんが見てる顔これ YouTube 顔、これは X 顔です。公開処刑、これもしかしてノーマルと加工した写真を見比べられる、はい、公開処刑動画かもしれない。仕方ありません、これはもう致し方ないです。
大丈夫？みんなどっちも可愛いって言ってくれる。そっか、うん、言ってくれるかな。こんなに違います。じゃあこれアイドルの YouTube じゃ普通言わないのよ。本当だよ。まあまあいいでしょいいでしょ。まあいいよいいよ大丈夫大丈夫。自分の子嫌いになりそうなんだけど大丈夫かな。大丈夫だから。じゃあまあしょうがない、うん、定め。さあ、はい、今撮った写真、はい、ちょっとこっちに写してみました、うんうんうん、顔の違いはマジで気にしないでください。大丈夫です。すいません、はい、失礼します。じゃあ覆っていきましょう。はい、後でねロングの時もうまくできるようにね、うんうん、これでやったところがこう修正されてみたいなこと。そう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 。で前髪はちょっとそのまま残したいんで、うんうん、まあこんな感じで。はいはいはい。おお楽しみ。行ってみようかな。はい。これでうまくいくのかしら。まずはショート。はい。黒髪の、ね、はい。ショート。ショートちょっとやってみたいと思います。はい。まあ見たことあるっちゃあると思うんだけど、その最近の顔で。うんうんうん。まあ、これあの、まあまあまあ過去かかってますが。まあ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 。あ、めっちゃいいやん。これはこれ押したらめっちゃいい。え、めっちゃいい。めっちゃいいじゃん。待って、なんか知ってるけど知らない言葉だな。でもこのさ、うん、なんか、え、なんか撫でられてる。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 頭ボンボンされてるな。これ拡大できるのかな。できないか。すごくない。え、でもこの長さないよね。うん、あんまりないかも。あー、いいね。なんかかぶってないこれ。うん、かぶってる。なんかかぶらせてくれてる。めっちゃ綺麗。あー、あー、なるほどね。いいね。え、なるほどね。やっぱ、うん、ちょっとなんていうの、大人のお姉さんの感じが、ね、このショート出てるね。確かに確かに。前髪もね、最近の前髪だから、うんうんうん、なるほどね。え、めっちゃいいじゃん。かりんちゃん的にはどのくらいの短さにしたいな、うん、みたいな。あ、でも正直今回はこれより短くしようと思ってた。なるほど。そうなんだけど、このくらいがいいか。いや、私めっちゃこれいいなって思った今。1枚目そのかりんちゃんの短さ的なのも込み込みで言う、これさ、うん、かりんちゃん結構短くするって言ってたからどんな感じなんだろうと思ったけど、うん、この短さもそうだね、かわいい、ありかもしれんな、うん、ちょっとこれ写真撮っといていいですか、今自分の携帯で。一応ね、え、めっちゃいいね。これ便利だな、美容師さんに見せるときに。確かにこの感じでこれ使えばいいじゃん。てか襟つけてくれてる。あ、本当だ、なんか上に生地があると思った。襟つけてくれてる。あ、すごいね。なるほどね。え、これさ、もっとショートにするってなったらさ、ベリーショートヘアで入れたらいいのかな。頼むよ、頼むよ。できるのかにゃ、どうなるのかな。おお、あ、短くなった、さっきより全体。この右下のやつとか、あ、短いね。短いわな。あ、短いね。短い。なんか襟足みたいな感じだね、もはや。あ、そうだね。めっちゃ良くない。これは髪飾りないバージョンってことでしょ。そうだね。私これ好き、はいはい、なんかちょっと首合いそりしてるキュッて。え、これ好きだな。でもすっきりするね、かなり。そうだね、今のすっきりする。あ、ありだな。ありだね。ありね。一応ロング見てみるか。こんなパパッといけるもんなんだね。すごい。ありがてー。どんどんなんか見せてくれる、ね、しかもさ、そのショートだけでもいろんなパターン見せてくれるから、うん、ありがたい。え、確かに。あら、かわいい。なんかさ、かりんちゃんのさ、うん、最近のショートってこんくらいで伸びてもこう、うん、鎖骨らへんだったから。そうだったそうだった。めっちゃ長いね、この感じ。見たことない。なるほどね。はいはいはい。かわいい。こうなるんだ。なるほどなるほど。あ、なるほど。見たい、かりんちゃんの黒髪ロングストレート見たくなった。すごい。え、めっちゃいいやん。猫ミームみたいな悩み方。猫ミームになっちゃう。頭抱えちゃう。え、かわいい。うん、わあ、ちょっと待って、これは伸ばさない。待って、切るのやめてさ、美容室キャンセルする。うん、キャンセルでいいと思う。伸ばそうよ。本当に？似合うね。さ、これ一個気になるのがあってさ、うん、少しボサボサ。確かにそれもできるんだね。なんていうの、わかんない。メッシーヘア。メッシーヘアですか。いきます、うんうん、おー、あー、ニュアンスをつけてくれんだ。すごい。いやー、すごい。あ、え、かわいい。ちょっとレイヤー入ってんだ。そうだね、そんなこともできんだ。そう、手ついか、だから私の手に似てるな。すごい、私の手に似てる。そんなとこまで。手の分厚さが一緒だ。あれ、自然だね、なんか、うん、うわ、これいいな。なるほど、鎖骨ぐらいでレイヤー入ってるパターン。なるほどね。え、助けてゆいか。これかも私。ちょっと待って、どうしよう。なんかあれだね、
より悩んでるわな。可能性がいろいろ広がって本当だよ。ちょっとどうしよう、ゆうか。でもこれでもう何でも似合うってことが意外と証明されてる。ちょっと嬉しいね、あなたいいこと言ってくれるじゃないか。何でも似合っちゃうよ。そうか。でも、はい、私がその今回ね見た中で、うん、やっぱり最初にやったショートの、うん、この何だろう、髪の薄い、はいはいはい、量薄い感じが、うん、結構良かったな。なんでこれ結構髪の毛の量調整してくれてるから、うん、少なめだよね。うん、ついて、うん、ガチの壮大になって髪の量はでショートするとしたら私は宿毛矯正をやるから。なるほどね、ちょうどよくなるんじゃないかな。確かにストレートで、うん、いけそうじゃないって気持ちになってきた、うんうん、めっちゃ似合う。本当に、うん、いい感じ。いい感じ。そっか、なんかそう、もともと予定してたのよりもさっきちょっと長く出たんだけど、うん、でもあのくらいがむしろね、いやなんかそんな気がするんだよね。私あのくらいの長さがなんていうのかな、ちょうどよく女の子っぽさとそうだね、ショートのかりんちゃんっぽさがあるような、うん、確かに気もしたけど、そのね、耳にかけない時にね丸いからこけし、こけしって言われる感じになっちゃうよね。なるほどね。そうだからここも切ろうと思ってたんだけど、あー、ね、そのね、いいとこ取りをしたらいいんだね。そうだね、中間地点を取ったらいいんだ。こけしにならない短いさんの耳かけたらああなる。わー最高よし決意がすごい。よし、うん、私はショートにします。はい、決めた決めました。喜んでる人ともうちょっと長いの見たかった人で今そんな気持ちになると思うけ ど, ど, うけどでも大丈夫、これを見る限り、はい、ショートの的場さん可愛いショートにさせていただこう。ちょっと最後ショートにしとこうかな、うん、もう一回見とこう。もう一回見とくわ。頼むよ、さっきとちょっと違うの出てきたりするね。違うん出てくるかもね。おー、あ、違うん出てきた。あ、でもこの左下が言ってたっぽくない？言ってたのに近いかも。あ、これに割と近めかもしれない。いいね、言ってたの。そうだよね。そう、このさちょっと襟足っぽくなってるじゃん、その感じ、うん、そう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 。あ、かわいい。まあ、ここはもしかしたら収納されちゃうかもしれないけど、めっちゃイメージついた。ついた。私も今これでめっちゃイメージついた。めっちゃイメージついたね。もう一回やってよかったね。なんかさ、その、うん、さっきまでのもうちょっと長いバージョンでめっちゃ可愛いなと思ってたので、うん、さ、かりんちゃんがこのくらいかなって見せてくれてた写真もあったじゃん、うんうん、はいはいはい。でそれの想像があんまりついてなくて、はいはいはい、どうかな、どの感じになるのかなって思ったけど、うん、めっちゃいいね。これのここのボリュームがちょっとねもっとない、なるほど、ね、ちょっと抑えられてるバージョンになると、うんうん、あ、でもこんくらいだと思う。本当にどう思います？すごいいいよ。本当にいい、めっちゃ想像ついた。ついたね。AI やばすごい。なんかさ今ちょっとさ娯楽としても楽しんでたけど、うんうん、めっちゃこれすごいありがたい、うん、ありがたい、めっちゃありがたい。なんだ、みんなもこれで想定したらいいよ、うん、本当だよこれで決めれるよ、うん、髪型いけたわ。いいと思う。分かった、一番最初のやつもいいって言ってくれたから、うん、これと、あ、そうだね、このここをちょっと残したバージョンどっちがいいかは私がこの後家に帰ってずっと悩む、うん、時間かけて、うん、ちょ、うんうん、これも私写真撮っとこう、うん、よし。そうだね、写真があるから見比べてね。そう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 、いいね。なんかさ、普通だったらさ、その人がやってる髪型で見比べないといけないじゃん。そうそうそう。でも自分がやったらどうなるかなってなるけど、うんうんうん、これなら自分がやったらどうなるかで、うん、見れるからね。ありがとうございます。私この辺りを目指して切ってこようと思います、うんうん、はい、多分これの公開と同時に、ね、あの、ね、皆さんにお見せしたいと思います。どうなるのか、助かる、楽しみ、助かる、めっちゃ助かる、めちゃくちゃ私楽しみになってきた。本当に嬉しいね、はい、ありがとう。はい、ちょっとすいません、はい、ゆいかのが見たい。あ見せてくれ。私も自分のショートちょっと気になる。早速じゃあショート、そうだね、今これねもうショートになってる。あ、そうだね、ペンでね、うん、これ私やっちゃっていい？お願いします。さっきと同じ感じで、そうだね、こんな感じかな。はいはいはい、それでは行ってみましょうか。はい、ドキ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 、こんな気持ちだったな、あかりちゃん。いい感じで、短っ。待って、似合うくない？似合う？この3枚目ぐらいの、あ、なんか今時っぽいポーズをいただきました。ポーズしてくれてる。あー、なんか家族に誰かこういう人いるなって顔してる。なんかお姉ちゃん、姉、ママ、すごいママがよぎる。あー、ちょっと待って、ゆうかの、あー、すごいママに似てるな確かにそうかも。なるほどね。あー、なるほどね。でもなんか
かさ、頭良さそうじゃない、すごいキャリアウーマンっぽくない、なんかあのパソコンカチカチしてそう、パソコンカチカチできそうだよね、あ、でもゆうこ似合うと思うよ、え、むしろさ、ボブとかの方がさ、確かにちょっとボブみたい、ね、ママに似るのかなって思ったお母さんは短い、いや、短い時期もあったと思うんだけど、あ、なるほどね、どうだ、あ、待って待ってね、ゆうこボブありだぞ、え、本当にありだぞこれ、え、あ、これいいじゃんか、え、あ、なるほど、え、待って可愛い、すごい想像ついた、うん、え、可愛い、あ、これ可愛い、え、ボブありかもしんない、え、あ、待ってこれも可愛い、あ、え、これが好き、私もこれが好きえ、ボブありかな、え、ボブありだねいや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 、うん、それわかんないでしょこれ女の子あるあるなんですけど、あの本当によくやるの、こうやってズーンってやるけどわかんないの、わかんないだからね、だから AI 使ってんのにねでも確かにボブありかもしれない、うん、モクさんモクさん、ちょっと私ボブどうですか、かわいい、え、ありじゃん、結構あり、私絶対ないと思った、え、めっちゃありじゃない、意外とありだ、そうだよね、ボブで攻めてっていい、ちょっと私がもう見たいユイカの髪型なんか大人っぽいね、うん、いいな、なるほどね、ちょっと待ってちょっと待って、いいかも、なるほど、だってこの長さ可愛いかも、確かにね、なんか釣り目だから、うん、私はこういう子好き、わかる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 、釣り目のボブの子って好きなんだけど、わかるよ、あとこのちょっと耳出てる感じ、確かに、あーなるほどね、あーなるほど、耳結構なボブだね、結構ボブ短い、はいはい、結構なんか結んだ時に、うん、そうだね、近いか、あー大人だな、なんか大人っぽい、そうね、もうポーズも大人っぽくされてるしね、大人っぽくされてる、これなんかすごいみたいなボブすごい、ニジコンっていろんなバリエーションの女の子いるじゃん、はいはいはい、それで考えるとボブの感じは目立てそう、なんかそうだね、なんかもうユイカのさ、あの顔の系統のさ、うん、そのボブの人はいないじゃない、確かにいないね、うん、考えちゃうね、ね、私なんか考えちゃうそんな予定なかったのにずっと言ってたの、なんか私もう絶対ボブとかしないんだよ、うん、言ってた、もう絶対ロングでこの感じしかもう私似合わないんでとか言ってたんだけど、うん、ボブありかな見えてきちゃったよ、見えてきちゃった、どうする、ちょっとなんかやりたい髪型ある、あ、ボブボブがいい、ボブにする、わかった、わあ、ボブありなのか、ちょっと見えてきちゃった、ゆうか可能性が、どうしよう、うわあ、ボブ、ゆうか推しの皆さん心の準備をしてた方がいいです、ボブ心の準備、あー可愛い、あーあー、なるほどね、できるわ、私もこれ想像できる、これめっちゃ想像できる、あー嬉しい、あ、でもこっちの長さの方が、うん、なんかちょっとこうカールワンカールみたいなね、待って、ゆうか可愛いよ、うわー絶対、いや私そのさ、うん、優柔不断じゃん、はい、優柔不断、その優柔不断で、うん、なんでそのショートとかそのボブとかにするかロングにするかで今まで悩んでこなかったのは、はいはいはい、似合わないっていうのがあったからロングヘアの選択肢しか、もうその小学生の時の記憶で、そう、記憶でもう絶対似合わないからっていうので、うん、そこは迷わずにずっとロングにし続けてたんだけど、はいはい、うん、こうやって見せられちゃうとさ、うん、やばいいけるのかなみたいな、今日からゆいかが2ヶ月くらいずっと悩むぞ、悩むことになるねえ、どうしようって言ってくるぞ、これほんと毎日さ、もうマネージャーさんとかにも毎回もうめんどくさがられそうなギリギリなのに今これからもうずっと私会うたびにどう思います、ボブとボブいいかなって最近思い始めて、ロングもいいかなって助けて言い始めるぞ、え、どうする、なんかさ気に入るやつ写真撮って、確かに確かに、ウェービーいる、いや、なしでもいいかもしれない、ね、ウェービーなしボブで、ボブさっきね、もう一回作ったらなんかすごい、そう、違ったもんね、うん、いろんなパターン見せてくれるから、ゆいかがボブいいぞ、ニジコン入ってから今までずっとロングでやってきたけど、うん、そうだね、よーし、感じのボブありか、マジか、1枚目からじゃ、うん、はいはいはい、なるほどね、かわいい、うん、かわいい、かわいい、これだな、え、どうも、ゆいかどれ、いや、私も4枚目くれ、うん、助けて、これありな気がする、でもさ、なんだろう、私がさ、うん、そのショートとか僕やった時ってさ、うん、この遅れ毛あんまりなかったじゃん、確かに、そう、自動でいい感じにしてくれてるのかな、いい感じにしてくれてんだね、なるほどね、すごいな、キャラまで知り尽くしてくれてるわライブ中に髪を食べるか食べないかまで分かってくれてる、本当だよ、本当、めっちゃいいよ、ありだなどうしてくれるんですか、私も迷いたくないよ、もう苦しいよ苦しいよ、もう辛いよ、すごいね、
こんな世界を見せてくれるとは思いませんでした、ね、ちょっと私の幅を広げてくれる一つでした、うん、これは。え、ちょっと面白すぎるなこれ。ずっとやりたい、ちょっといろんなメンバーでやりたいぐらいの感じ。やりたいね。やりたい。しみちゃんのさ、うん、ショートとか見てみたいね。しみこさんのショート見たいし、ね、まゆちゃんのショートとか見たいし。あ、見てみたいかも。あと、あ、そうだ、私はめめとずっとあのつぴさん、みゆつぴさんは、うん、あの絶対ショートにしたらもうやばいことになるんじゃないかみたいな、絶世の美女すぎてやばいみたいなことになるんじゃないかって喋ってたから、うわ確かに、といろいろやってみたい。いいね、うん、これちょっと各メンバーでやってみてほしいね。面白。じゃあちょっとこれ最終的に言いますと、はい、ゆいかは？私は、ま、ロングにするけど、とボブの可能性を見出しちゃった、うん、ついに見つけてしまった。はい、いいね。はい、マトバさんは？私はあの2枚の中間地点くらいか、あのどっちかで切ってこようと思います、うん、お決まった。楽しみ。助かる。ありがとうございます。超助かる。ありがとうございます、うんうんうん、じゃあのこの動画の最後に切りたてほやほやの的場の映像をお見せしたいと思います。もう見れるんだね。はい、美容師さんにあれを見せようと思います。あの写真を、ね、確かに AI でやったんですけどちょっと最先端すぎない？すごい。美容師さんもびっくりじゃないこれ。びっくりだ。ちょっとやってみたいと思います。さて皆様、的場のニューヘアを紹介したいと思います。めっちゃ人に見られてるんですけどいきます。せーの、ダン。じゃじゃじゃ、ちょっと風に吹かれて前髪がちらつきましたが、じゃ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 ーん、なんとショートカットになりました。やったー。最近はずっと切るとしてもその短くてもボブだったので、ここまでショートにするっていうのはかなりこう勇気がいるというか、どうしようって思ってた、全然想像できてなかったんですけど、生成 AI のシミュレーションのおかげでここまで切ることをちょっとこう想像できたというか、そうで、実際にそのしたい髪型とあの AI の画像を見比べて、こんな感じにしたいんですけど、これで私に似合う感じにしてもらえますかねっていう感じで、感じを感じばっかり言いましたけど、ちょっとお伝えして、したらかなり大満足な、わかるこの短さ、久々かなり想像した通りの髪型になりました。でもその想像できたのも AI のおかげなので、これは画期的ですよ。皆さんもあの名前カタカナのやつ忘れちゃったんですけど、ぜひこの動画を見て切るの迷ってる方とかはちょっとシミュレーションしてみたらめちゃくちゃいいんじゃないかなと思います。ということで、あの切った美容院のちょっと離れたどこかのビルの、1階からお送りしました。さあここなら人通んないかなと思ったんですけど、全然通ってて、YouTuber さんはきっとこんな感じでやってるんだろうな大丈夫かな。それじゃあぜひ皆様も使ってみてください。嬉しい。それでは、的場のイメチェン作戦大成功。じゃあねー。